皆さんこんにちは、エフェボーチャンネルです。いつもエフェボーへの投稿、エフェボーチャンネルのご視聴誠にありがとうございます。さて今回もね、エフェボーニューステッカー届いたよということでね、野田市の、シートロンさんからね最新ボードとコメントをいただきました。誠にありがとうございます。ステッカーメッセージありがとうございますということですけれどもね、まふみちゃんのねステッカーを貼っていただいた側からねあえてねこう撮影いただいてですね投稿いただきました。ご配慮誠にありがとうございます。嬉しいですね。でね、新規初投稿のボードをご紹介済みですけれどもね、その時からね大きく変わっているのがね2点あります。まずね、ソルダレスケーブルでね統一されていたのをですねコメントにもありましたけどもね、プロビデンス製に変えたいということでね、今回拝見したらねこう見事に全部、置き換えられておりました。紫色がねとっても特徴的なねプロビデンス製の高品質のねパッチケーブルですけどもね、プロの方も愛用している方が多いというぐらいですのでね、改めてね皆様方、注目なさっていただきたいパッチケーブルでございます。それからね、GT1000 を中心にねされておりますけどもね、こちらの接続方法を変えてですね、コンパクトエフェクター群をですね、追加したのもありますけども、前掛けということでね、先にかけてから、GT1000 ということでですね、こういう形でですね実際に音出ししてみてねちょっと違うなと思った時はですね、よくあるこうセオリーとかねそういうの関係なくですねご自身でね、出したい音、これをねこう追求して、接続方法を変えるというのもねいいなというふうに思いました。次回はですねマイページにね、このボードのサウンドですね、ぜひともね YouTube のリンクなど貼っていただいてね、アンビエントかつメロディアスを追求したこのサウンド、ぜひともね聞かせていただきたいなというふうに思いました。シートロンさん引き続きねフェボを楽しんでいただきたいと思います。この度は投稿ありがとうございました。